staying looking dead, they broke the mold. Give you some more, make it overdose. Staying looking dead, they broke the mold. Give you some more, make it overdose. Staying looking dead, they broke the mold. Give you some more, make it overdose. Give you some more, make it overdose. Give you some, give you some, give you some more. はい、どうも、あいかです。そして今回出演してくれるホスト君たちはこちら。はい、アダムライズ代表ゆうきようです。クラブアダム主任セラゲントです。そしてこちらの方です。忘れてる忘れてる。そしていいでしょ。ごめんなさい、めっちゃ目当たりましたから。ごめん、すぐ続いちゃった。その前にゆきようが引っかかっちゃった。ゆきようなんですよ、実は。ゆきよう、雪用に急に改名して雪用になりやがったと思って、それその方が雪用のことを雪用。どうも、あいかです。そして今回出演してくれるホスト君たちはこちら。はい、アダムライズ代表、ミラクルヒカルさんに間違えられました、雪用です。よろしくお願いします。雪用ですね。雪用です。はい、クラブアダム主任セラケントです。はい、クラブグーフィー、代表代理アイスショーです。はい、そしてこちらの方です。ミラクルヒカルです。うわー、ちょっとリメイク。はい、今回の企画を発表したいと思います。褒め上手になるにはということでですね、褒め上手になることで人間関係が非常に円滑に進みます。はあ、褒めのプロフェッショナルであるホストの皆さんから褒めテクニックを学んでいこうと思います。はい、ちなみにミラクルさんは褒める得意ですか？得意ではなくて、あなた、褒めるの下手ですねって言われることもないじゃないですか。まあ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 、未成長のまま、うん、で褒めたつもりでも相手褒められたって思ってない。ちょっと微妙な反応されるってことですか？はい、うん、何も喜んでないから褒めた自信はない。あれ喜ばねえな、褒めたのに思ってたんですけど、その人は悪くなくて私が褒めれてなかったんですよ。褒められる側になった時にどういうこと褒められるのが嬉しいですか？はい、うんうん、まあ、女性としてだ、たら、まあ、他とは違うねみたいな感じで、まあ、その通りそうか、ちょっと違う雰囲気持ってるねみたいな、ちょっとこう比べて褒めるみたいなのをされると、ちょっとやっぱ特別なのかな私はってこう思いがち。個性の部分をこう出してもらえると嬉しい。そうです、個性を褒められる。なるほど、まあ、確かにそれ女性の方結構喜ぶ方多いですよね。うん、他とは違うとか言われるとうざい、好き。まあ、でも他と違うって最高の褒め言葉だと思うけどね。僕らもやっぱりこう比べられやすい仕事と言いますか。何々っぽいねって言われたら嫌じゃない。ああ、それ嫌ですね。それ分かります。なんで多分僕らもお仕事的にやっぱり個性を磨く仕事やからこそ同じかもしれない。らしさを褒められるとか、そらしさを褒めてもらえる方が難しいね。なんか誰々に似てるねっていうのも褒め言葉に選びがちじゃないですか。まあまあ確かに難しいですよね。だからそれが自分が言われて嬉しい人やったらめっちゃ嬉しいですけどね。そうですよね、気をつけないとダメですよね。確かにどっちかといえば自分だからこそできることが褒められると嬉しいですね。うん、そう、私らは逆に珍しいのは誰々に似てる感じが独特ですねっていう。あの難しいな。捉え方めっちゃ難しい。褒めてますっごい遠いなっちゃいますけどね、うん、私らの仕事はね。一人ずつちょっと聞いていってみましょうか。はい、そう、来ますか。じゃあしょうちゃんから行こうか。僕からで、ああ、僕の褒めテクは、気になる、逆に。ブン、お、変化に気づいて褒める。はい、あ、まあ、変化、ね、あ、いつもと違うねみたいな感じってこと。いつもと違うのももちろん、なんかこの、うん、やっぱ美容とか女性の方はやっぱ気にかけてらっしゃる方とかも多いんで、ね、髪の毛とか、ネイルとか、まつげとか、うんうん、カラコンとか、うん、化粧とか、まあ、リップの色でもそうですし。すごいね、リップの色からここまで気づけたら本物ね。服装とかね、怖くないですか？いや、やっぱでも職業不要ですね、これは。私嬉しいけどな。見ちゃいますね、やっぱり勝手にも目がそこに行っちゃいますね。まあ、そうか。一回りして、え、この人褒めるとこそこしかないのかなって思われるとか。そのそっから先があれですね、この変化に気づいて、で、なんでそれにしたのかっていうのが僕らしては大事です。おー、なんでそういう変化があったのかっていう話を、変化の過程みたいな、変化の過程を聞いて、ね、あ、そこ心理療法士みたいな、心理療法士、そうですね、なんでそれにしたのっていう話までして聞いて、そこに共感してみたいな、映画かっこいいわことが多い。
なと思いますね。要求テクすぎてやばいですね、うん、やばいですね。勉強になる絶対できないじゃん、要素。いやないなの分かんないですよ。今だけかもしれないですよ。よくお分かりで。今だけかもしれないですよ。じゃあ次それと同じことがヨウちゃんにはできなそうって言われたヨウちゃんから行きます。聞いてみようかな。ギャフンと言わせます、ミラクルさんを。はい、ギャフン。どん、見た目はもちろん、ですけども、やっぱ中身を褒めてあげることが僕は大事かなと。逆攻めですね。そうなんですよ。だからまあ反対派って反対でも もちろんなんですけどね。僕も褒めるし、もちろんここ大事ですね。うん、どっちか見た目を褒めないわけではないですけど、僕は中身の方を褒めてあげることの方が多いかなというか。中身を褒めるって例えば褒める、だってさっき翔ちゃん言ったのはその中身を掘り下げて聞いていくっていうあれやったけど、うん、これちょっと違う感じ、うん、僕はどっちかっていうとやっぱりもう結構ホスト歴も長いんで、うん、何年も愛されたいと思うんで、うん、やっぱりこう何年も愛したいというか、その相手方もやっぱり、うん、だからもうやっぱりこう一緒にいてこう気の使えるとこだったりとか、やっぱこの人のこういうところがいいなっていうのも、それは僕も個性やと思ってますんで、その人にしかないものやなと思って中身も褒めてあげるかなって感じですね。これは初めての人も何回も通ってくれてる人とかもみんなそう、みんなそうですね。僕あの初めて会う方にもやっぱり中身を見て話すことが結構多いです。なんかちょっとなんか文句ありそう、なんでほんまみたいな、お前みたいな、もうじゃあちょっとミラクルさんと私それぞれ初めましてでしょ。もちろん初めまして。ここ何回も会ってるやん。何回もちょっともう短編でちょっと褒めてみてよ。あ、分かりました、うん、さっきじゃあどうしましょう。どちらからまず初めましてから。あ、はい、分かりました。じゃあミラクルさん、ミラクルさんはちょっと、まあ、もうここ何回かしかちょっとお話してないんですけども、うん、もう僕ちょっと一つ気づくことありまして、はい、やっぱ底抜けに明るい。ああ、そうですか。やっぱりもう人と話すのが上手なのが出てると言いますか、はい、なんて言うんでしょう、 相手を喜ばすためにサービス精神がかなり強いですよね、うん、まあ言われるは言われますけど、暗いねとか言われる時もあるんで。きっともうお友達も多分かなり多いと思うんですよ。そうですね、ミラクルさんと飲みたいとか、うん、ミラクルさんと遊びたいっていう方がきっと多いと思うんで、うんうんうん、そういうやっぱり周りも明るくしてしまうほどの明るさ、素敵だなと思います。ありがとうございます。うわ、すっごいドヤ顔もドヤやりすぎでしょ。いやー、なるほどね。今の気分いいですか。え、今の気持ちが良かったですか。想像通りでした。ねえ、嘘だ。もっと中身見てあげな。もっと見てあげな。僕でも思いました。彼はね、外から入って中に行くタイプで、彼はね、中から入ってどんどん外に行く。遠心力、遠心力、ひわーって威力が分散するタイプ。ここに行くんだよ。ポンパン。ちょっと面白い。彼が外抜けに明るいのよ。彼なの明るいの。確かに、ね、面白すぎたから私の褒めるのはもういいわ。わかりました。はい、ありがとう。ということです。はい、ありがとうございました。じゃあ最後にケンティのいいですか、褒め上手なところ。まあ、ちょっとあれなんですよ、僕はちょっと2人とは違うくて、うん、まあ、なんかこれをやったらもう一撃ちゃうっていうやつ披露してもいいですか。一撃パターンですよ、はい、もうだから、あ、この子落としたいなとか、うん、この人とちょっともうちょい距離縮めたいなって思った時の必殺技です。いいの、そんな必殺技言っちゃっていいの。間を開けて同じことを言うです。ほう、同じこと、ね、同じセリフってこと。まあ、ね、簡単に言うと、うん、一回ちょっとやっていいですか、はい、実演というか、はい、まあ、普通にこう喋ってて、はい、例えば僕が好きで可愛いなと思ってて、いや、ほんま可愛いよなって言ってたとするじゃないですか、うん、バーッと喋りながら、はい、で、まあ、ちょっと時間空いて、まあ、5分ぐらい空いたとして、ずっとバーッと顔見ながら気づくじゃないですか。うん、可愛いな。あで、こう、さらっと浸透みたいな。何なんかこう、さらっと。なるほどね。もう一回言ってあげる。本当に思ってるんやって思わせる。もう一回言ってあげる。さりげなく褒めるね。すごい技です。好きですか、これは。友達とかでも全然、はい、なんか例えば友達と一緒に飲んでて、うん、やっぱお前どうだよ、みんな楽しいなって言ってて、まあ、って2人になった時とかに、うん、お前どうってめっちゃ楽しいわ。いや、人も嬉しいかも、それ。これってほんまに全然違うくて。確かに。ケントというキャラはどうキャラがあるじゃないですか、さっき底抜けに明るい2人。成立してます成立、うん、
キャラとしては、まあ、一番この中でこうもう音で言うとフォルテの感じ。フォルテ強いよ強いよお前メゾフォルテ。メゾフォルテ。メゾフォルテですよ。中間よりちょっと強い感じ。うんうん強い。でもこのテクニック仕事にも使えるなというか。そうですね。あれってなんか軽く言ったなって思うじゃないですか、うん、もう一回言うとやっぱ確信に変わるというか。確かに本当に思ってくれてるんやちょっと見事にやられますねこれ、うん、これはね僕はなんか勝手にやってたんですけどなんかあ今思えば聞かれたらこれかなって思います、うん、すごい確かに皆さん全然違う攻め方というか。いや本当ですね、うん、皆さんのキャラも利用できているしヨウちゃんのはどうなんか分からんけどもう雪男ですねやっぱり雪男のテクニック雪男のテクニック雪男やんけおい見ても名前の通り荒削りですよ雪男のテクニックでもこの雪男テクニック一番長年選手ですからねいやそうなんですよこんな楽しい話の途中ですがそろそろお時間なので視聴者の皆さんも、褒めテクニックを使って人間関係を円滑にしていってください。それではまたバイ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 こういうことです急に